の上、7秒です。マークです。さあ、今回もウィニングレバープ2011やっていこうと思うんですが、今週月曜日ということで CS ガチャですね。9時ではなくてね、今回から11時ということで、ちょっと早くね、今週絶対当てたいランキングね、上げてしまったんですけど、来週からは11時になると思うんで、来週からちょっと11時にね、上げたいと思います。ちょっとね、申し訳なかったですね。ということで、まだ見てないよって方はもう上がってるんでね、ぜひガチャ引く際に見てみてください。アーセナルからね、行きましょうか。ピエール・オーバメヤング。まあ、今回オーバメね、ドリブル強化。足がすごい速くて、この身長でこの足の速さで、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープがすごい高いんで、結構やれそうな感じはしますね。そして、レーノさんはちょっときついかなと思いきや、189なんで、まあ、ライブアプリ B 以上だったら、ぶっちゃけいけんじゃねえかなっていう気はしますね。そして、ニコラ・ペペということで、この選手も入れるかすごい迷って、まあ、オフェンスエース7強化とか、全体的な強化幅から見てもですね、結構強化はでかいですね、この選手。まあ、全体4かな。中瀬とはスキルが優秀な、ラインブレーカーということで、今回にフィジカルコントがガツッと強化されて、フィジコン、ボディコンがね、それなりに高くなったら中瀬とはいいんじゃないかなと。思ってない人からすれば欲しいガブリル・マガレンスとか、おもちゃ TV の方の本枠の方もですね、マガレンスが1回目、ただそのマガレンスより2回目、3回目の方が、まあ、今回のより3回目だと思うんだけど、数値がね、全体的に強くなってるんで、こっちの方が欲しいっす。ベジリューは足が速くてみたいな感じですね。そして、ロブ・フォールディング、189センチ。センターバック、まあ、ミセルバックもできると。で、部下用サッカー、若さあります。51レベルまでいくと。ということで、まあ、この中だと個人的ですけど、マガレンスとラカゼトとオバメやとペペでもいい。この4人ぐらいかな。まあ、誰か来ればいいかなっていう感じですね。オバメ持ってなかった FP。 オバメはね、確かね、ホワカ持ってなかったと思うんだけど、ラカゼトが欲しいね、一番。左、ペペじゃない、これ左ニコラ・ペペですね。あの特殊ダブルタッチが確かできると思うんですよ。強化えぐかった。足速い選手多いね、アーセナル。ベジェリンもそうだし、そうそうそう、まあ、オバメもね速いし、ね、オバメもそうだし。さあ、誰来る。ラカゼとか欲しいよ。ラカゼね。あ、ちょっと待って、これかぶり、かぶるんだよな。はい、ようかぶるわ。マジでラカゼとだけ来てくれ。ラカゼともね、ほんと体が強くなって、どれぐらいボールね、ちょっとキープできるっていうか、粘れるようになったのか。ちょっと右足ん、これは16番は、オーマイガー、ロブホールディングだね。はい、マンチェスターで行きましょうということで、まずダビド・デヘア、これ当たりですね。完成します、全部。今回のデヘア、今週ライブアップで B デヘア使ってるんですけど、やっぱ結構止めてくれるんですよ、マジで、うん。1番の当たり、アントニー・マルシャルということで、まあ、全体の強化も4なんですけど、今回ね、蹴ってる力も7強化されたということで、これは間違いなく大当たりですね。ブルーノ・フェルナンデスね、今朝というかね、リバプールと行われてたけど、ワンゴールワンショット決めてたけどさ、うん、すごいね、今活躍。フリーキックめちゃくちゃうめえしさ、クロスピンポイント出しみたいな、この選手勝たせちゃってるみたいなね、マンチェスター。まあ、FP でよく来るよね。そう、この選手なんか来作8になりそうだよね、後半。そして、アーロン・ワン・ビサカということ。ワン・ビサカも、今回のがドリブルが強化されてるということで、まあ、守備的サイドバックでね、ちょっと前に運ばないといけないんで、このドリブル強化結構いいんじゃないかなと思いますね。で、入り間具合、ちょっとスピシンきついかなっていう感じ、うん。体はめっちゃ強いんだけど。で、リンデルフが結構珍しくて、ボールキープスイッチはなんだ、これ、レベル188いくんで、センターバックだと多分一番高いんですよ。なんで、すごい足元の技術も高くて、スピード瞬発もあってみたいな感じなんで、コンディション安定度5なんで、ライブアップデートが B とか乗ってくればガチスカ全然いけんじゃないかな。結構面白そうですね。で、メイソン・グリーンとはね、欲しいね。今回マルシャルより欲しいかな、俺は個人的に。本赤は、まあ、マルシャル持ってるんで、グリーンとはね、逆足の精度が44のスーパーサブということで、ただワンパワンシュンっていうのはないんだけれども、この選手は欲しいですね。希少価値高そうですね。マクトミネとかも今週 B なんですけど、マッチでの方で使うんですけど、普通に使用感めちゃくちゃいい。なんで、これ誰が出ても結構基本的に当たり、うん、当たりなんだけれども、まあ俺はやっぱりメイソン・グリーンウッド、デヘア、リンデロフ、マルシャルでもいいし、あと、まあ、個人的にはワンビサも誰でもいいな、本当に。結構当たりが多いっすね。当たりが多い。マグワイヤ以外は本当誰でもいい。マグワイヤね。マグワイヤはやめて。ちょっとね、重いんだよね。重いというよりかはね、あのカーソル立った時動かんないの。おっと、これはグリーンウッド、グリーンウッドじゃん。新入り。いや、若さ。新入り 5X。ナイス。マルシャルも欲しいけど、マルシャル持ってるから、もう本当ワンビサかデヘア、その辺来てくれば、ブルーノ・フェルナンデスなんで、ただ俺、決定力が強化されたブルーノ・フェルナンデス欲しい。ああ、そうだね。そう、おっと、これまた違うぞ。わあ、かぶってる。かぶりすぎだよ。かぶるのが一番きついんだから。まあ、嬉しいかぶりだけど。グリーンウッドは結構レベルが50以上かかるっちゃかかる。まあ、でもね、別にアプリだとね。そう。いやー、頼む。かぶんないでくれ。もうかぶんないでくれ。かぶんなきゃいい。誰でも。お2番って。ちょっと待って。リンデロフじゃないのこれ。リンデロフだよね。リンデロフ来ちゃったね。
ということでブラックおもちゃかの方いきましょう。これは熱いっしょ。マガリアイスおもちゃはね、もうマガリアイスチャンスと言わざるを得ない。いやーちょっとね、今回当ててほしいっすね。もうこのガブリエル・マガリアイス、この1点狙いかなと。もうラカツイとか持ってるし、今回のマガリアイス多分俺一番いいと思うんですよ。ボール出し強化なんで。オバメとか持ってんの？あ、持ってるかな。オバメでもあんま使わないんだよね。アーサーが調子悪くてね、ライブアップデートがあんま良くないんですよね。マガリアイズだけって言ってるの。え？来たんじゃね？え、待って、見えねえ、光があれだよ。ちょっと待って。あ、ペペだ。わあ。まあ、大丈夫、まだ2回目。前目の方来んな、前目の方は。左割ってる、左割ってるね。もう一回左できればいいから。ガブレル来るか。来い！お、右でけんな。これロボホールディングだな。くー、来るね。マジやな、引き。そっちの CB 来るね。会社見てる名前してる。いやー、きついね。行こうよ。俺アロマ見せたかとか。マガレース、ゼニア欲しかったな。来い、左でドン。よし、え、ちょっと待って、違うなこれ。え、来たじゃん。最高、横ゲッツリリシー。うー、これはおめでとうですね。いやこれようやく来た。こっちだったらまだやっぱデヘア、俺デヘア結構引く自信あるんだよ。マルシェル持てないでしょ。まあ、メイソングリートでもいいんだけど、まあでも俺は本当にマガリアイスが持ててくれただけで、まあ、満足だから。まあ、マルシェルがグリート出ればこれ出れば、まんまん満足。あ、一本満足。あ、オッケー、強いし、バーはい、オッケー。マグワイ、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 あーじゃん、マグワイ、あー、これゴッツはもう喧嘩しに行こうなと思って。マグワイヤね、マグワイヤもあの5バックのね、センターバックで使ったら全然いいんじゃないですか。体マジで一番強いからね。体はラグビーだから。ちょっと頼むぞ。でもメイソングリウッドでもいいよ。え、マロン・ミサカかな。マルシャルは、え、おおっと、マルシャルじゃん。へい、ちょっとカビ引きやん普通に。しガブリエル・マガリアイスとさ、マルシャル引いたらもう勝ちだよこれ。アントニー、だって俺がね、開けた今週絶対したランキングのもう上位2人引いちゃってるよ。あとはデヘアかグリュート、グリュート出したよ。デヘアね、今週 B でね、横飛びデヘアで、まあいいんだけど。おいナイスキー。え、これすごいね、引き真の一番誰か教えてやると。アゴヒゲワッシュ。